じゃあ始めます、4月21日月曜じゃないか火曜日か仕事始め仕事始めあそうですね、だいぶやられてますね。そうですね、じゃあいつものご挨拶ね、YouTube をご覧の皆さんこんにちは。こんにちは。そして兄貴が編集するポッドキャストをお聞きの皆さんもこんにちは。こんにちは。さらに Facebook をご覧の皆さんもこんにちは。こんにちは。今日はぬるぬる通信でいきたいと思います。ぬる通ですか、久々の、4月号をね、今作っているというね。ぬるぬるしてるからしょうがない、滑りますからね。ぬるぬるしてる、しっかり握ろうと思ったらドゥルっていきますからね、まあ優しく優しくね、はい。4月前半は、はい、まあ雨が多くてですね、前半戦でほうれん草ブームが来ましたよね。来ましたね、あれは大変でしたね。いやいや、でも美味しくいただきましたよね、あれのせいでね、この放送もだいぶ遅れ遅れになりました。ああ、そう毎度毎度野菜がね、配達人みたいなのね。と放送しようかなと思うと、おばあちゃんから電話がかかってきて、いらないかいって言われて、じゃあせっかくだからって通りに行っちゃうわけですよ。いやいや、いいですよ、ね。菜の花から始まり、ほうれん草で大爆発で、そうですね、でまた菜の花で締めるうちにはね。でもね、まだね、春菊もまだあるよって言われてて、あ、春菊は難しいですね。まあ天ぷらにすればね、でもつぼみがついてんだよ。ああそう、花咲いちゃうから、ああならもう本当に先っぽだけ摘んでね、うん、っていうになるけど。ということで、はい、今週中に菜の花を、はい、うん、チェーンソーじゃないですけどね、あの草刈るやつあるじゃん、はあはあ、あんまり全部切っちゃうんだ、あれで全部切って持ってたのかなとかね、はあはあはあ、そんな感じでございます。はあ、まあ、おばあちゃんの、はい、ね、畑が今月大活躍ですね、うん、本当ですよ。あと何言わともあれ美味しいですよね。そうだね、だってあんだけ育てまったほうれん草でもね、柔らかくて美味しいもん、うん、茎の一番振ってるところでも磨けばすぐ柔らかくなるし、ね、あ、全然違いますよ。美味しかったね。でも、緑色になるかと思った。うちの奥さん、最終的にあれ全部フードプロセッサーかけて、うん、ほうれん草カレーにしましたからね。全部なくなったか、それはね。俺はね、俺んちナムルばっかりだったり、ナムル系な感じで、はいはいはい、で、まあ、とりあえず、まあ、食いつくしました。いや、美味しくいただきましたよ。で、そのおばあちゃんは、うん、実はこの間の日曜日に、うん、マルシェに登場しました。はいはい、これのマルチね、うん、大成功なんだよ。おびっくりするぐらい。そうなんですか、うん、それはいっぱい人が来て、もうそれもあったし、うん、オマーってさ、うん、メキシコ人がいてさ、うん、また新たな、うん、人のつながりが、そうそうそう、うん、メキシコの東谷っていう感じね。顔が広いんですか。いやいや、そっくりだね。あ、東谷が、はい、日本のオマーっていう感じね。彼もどちらかというと日本人離れもしますからね、顔が。2人ともね、はい、濃い日本人と薄いメキシコ人っていうのはね、ほぼ同じなんだなって。なるほどなるほど、うん、まあ別にちょっと納得しちゃうけどね、これは、うんうん、はいはい、でね、そのオマーがね、はい、タコスを作って、うん、で、まあ、今回俺と元志さんたちでね、はいはい、頑張ってテントをいっぱい張ったんだよ、はい、やっぱね、テントを張るとね、雰囲気が出てね、あ、でそこにオマーがね、タコス作ってるから、なんか不思議な空間ができて、ああなるほど、あと匂いもね、タコスやったらそうそういい匂いしますね。でオマーに頼んでね、なんか音楽鳴らせって言ったら、なんかそういう不思議な音楽を鳴らせて、メキシコの、はいはい、なんとも言えん不思議な感じで人が人を呼んでた。ああそうなんですか。でね、さらにね、外国人がねかなり多くて、はいはいはい、でジェイクっていうね、一宮世界音楽祭、うん、夏でニルバーナ歌ってたやつ、うん、覚えてる。いや僕いた時あの女の子が歌ってた、あのあと出てきたんだけどね、うん、そのねジェイクがね今度ね5月にライブをやらせてくれって。ああそこで、まあいいじゃないですか、いい人の流れがね、うん、どんどんできてきて、機材持ち込みでね、はいはいはい、なんかいいじゃん、ニルバーナかなんかやってくれるみたいで、おうおうおう、結構楽しい感じになってきた。いいじゃないですか。3月のマルシェは出店者が少なくて天気もあんまり良くなかったから、うん、そうでしたね、あんまりね良くなかったんですけどね、4月で盛り返してきましたね。でもこれから暖かくなるしね、あ、11月くらいまでね、この勢いで行きたいですね、うん、
はい、いけるんじゃないですか、うん、そうなんです。でさらに、最近はなんか選挙もね、いろいろ続いてて、はいはい、そうですね、選挙行ってますか。いや、それで行きましたよ、県議選は。市議選も行く予定です。今度は市議選もね、50何人出てますよね。あのボードが結構いっぱいいっぱいですよね。で、何人落としたんですか。38人しか受からない。あ、結構強いですね。うん、でね、俺気になるんだけど、うん、5番の人があんま貼ってないんだよね。5番の人があんまり貼ってない、うん、あの掲示板のボードで5番の人がね貼ってないからね、うん、さっきフェイスブック見たら他の人も5番の人が貼ってないですねなんて言って、これもしかして先日なのかっていう、気になるぞ5番誰だって言って、中日だと和田なんですけどね。いや、まあ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 、まあ、気になりますね。でも背番号もね、はいはい、あと二村は5番だって、ね、まあ、懐かしいな。その前は大島なんだよ。いやいや、大島ですか。もう大島の頃は本当に僕中日ファンでしたね。懐かしいな。でその5番の人がね、誰なんだろうっていうのも気になる選挙が、でも、もう半分ぐらい終わっちゃってるね。日曜日ですか、今週。今度は日曜日だね。に投票ですか。そう、昨日もね、面白かったんだけど、はい、まあ、名前はあえて出せないんですけど、はい、市会議員選に立候補してる人とお話をさせてもらったんですけど、はい、まあ、当選して6月に、まあ、当然議会があるわけじゃないですか。うんうん、はい、議会で何かやりたいことってあるのって聞いたら、はい、今ないので、議員になったら勉強しますって。これは名前出せんわ。えらいネガキャンになっちゃうじゃん、これ名前、ね、やばいねって意外と。いやいやいや、でもはっきり言わせていただきますが、勉強してから議員に出ろって。見てんじゃないですか、これ。大丈夫なんですか。いや、いいよ、いい、へこましてないんだ。あ、そう、勉強しますってね、子供のね、宿題じゃねえんだからさ。そうですね、夏休みいつになった宿題やるのって言ったら、ね、これね、追い込まれたらやるよって言われる。もう、急増議員みたいですね、なんか新しい政党さんでね、とりあえず頭数を揃えるための。いやー、まあ、なんかね、不思議な感じなんですけどね、はい、いっぱい人がいて、1番から50番まで見てる間に最初の1番忘れちゃうよ ね、 そうですね、こんなにいたらね。そうですね、まあ、どういったらいいんですかね。まあ、でも市議会選は地域に根ざした人は当選してくるんですよね。うん、そりゃその地域票を集めて、まあね、でもそれってさ、地域に利益を流動する方の、うん、政治じゃんね。まあ、でもそうですね。そうなっちゃうとさ、なんか一度目は全体をさ見回せる議員っていうのはさ、いないのっていう話でさ、まあ、そういう人が市長になればいいっていう話なんだろうけどさ。そうそうそう、市長がそういう人で。でもさ、あまりにもさ、てめえのとこだけ、オラが村のインフラ整備だけさせるためになんかね、連区が押してるみたいなね。まあ、じゃあインフラが整備されてしまった地域は議員いらねえんじゃねえなんちってね。まあ、そうなりますよね。まあ、上村連合なんかまさにその通りになっちゃうじゃん。あ、だってインフラもめっちゃ整備されてるしさ。そうですね、うん、だって市役所もすぐそばだからさ、土木かなんかすぐだからさ、うん、じゃないんじゃないって、もうちょっとなんか他にもあるんじゃないっていうね。そうすると、まあ、何党っていうね、そういう概念がないと。あ、そうか、議会って動かないから。あ、会派でね、うん、そうなってくるんじゃない。昨日お話しした新人さんはね、はい、まあ、会派も何もないわけなので、うん、会派とかどうするのって言って、いや、その受かってから考えますみたいなね。あ、受かってから考えるんじゃないっていう。いや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 。まあ、でも逆にそういう人がね、10人ぐらい逆に当選すればね、いや、面白いかなと思うんですよ。そんなの10人も来ちゃったら、俺あれだよ、叩きのめしに行くぜ。インタビュー取るって、あ、そう、インタビュー取るという名目で叩きのめしに、うん、そう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 、お前何やの気になってさ、もう泣きながらもうやめますって言わせる。てめえ泣いてんじゃねえぞ。いや、悪魔勝負かす。悪魔勝負になってますよ。いやさ、他にもさ、アモシのね、はい、お母ちゃんたちとね仲いいんだけど、アモシのお母ちゃんたち面白いことやって、ほう、公開質問状を全候補者に送って、うん、返してもらってるんだけど、うん、まあ、1割しか返ってこなかったらしい。1割程度しか、あ、1割、あ、一度目で言うと1割か、あ、もしで言うと何割なのかちょっと分かんないんだけど、うん、まあ、ごくわずか返ってきたらしい、うん、はい、ところが公開質問状を公開しないっていう約束で返事が返ってきてるから、話がややこしい。
で、公開質問状じゃないじゃねえか。そう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 、あましたね、市議会議員の皆さん、なんならそちらにも噛みつきに行きますよーって中身社長がね、足がかりにいますからね、うん、なんかよく分かんないですね、うん、なんかもうなんかそういう話をしてると、うん、本当に地域密着型ですね。そうですね、市議会選っていうのね、ええ、送りバントしかしないね。一応会話でもあるんですよね。一応あるよね、いろいろあるんですよね、うん、あるな、うん、そう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 、だからまあそういう会派に入って会派で決めた政策を実現していくっていう方法もあるし、そうですね、まあいろんな方法があるんだろうけど、まず自分の考えもなく立候補すんなよ。そこはまあ一番大前提ですもんね。知ってる？なんかね、はい、選挙カーのそういうお金とかポスターのお金とか60万ぐらい税金で一人当たり出るらしいの。ってことは結構なお金出てきてますよね、今回ね。50万以上出るってことね。立候補する人が多ければ多いほど、うん、でなんかそのなんか納めるお金ってないの？供託金は30万だけど、まあほぼ返ってくるんじゃないの。あ、でもそれよりも多く出るんだ。あ、でもね、なんかある一定の数字をクリアしないと、うん、帰ってこないらしい。あ、だけど政策もろくに考えずに自分のやりたいこともなく、うん、ただ単に就職活動で出てくるやつがいるから、そういうやつは悪魔将軍が地獄の担当台を決めてやろうかと。そうですね、本当ね、首根っこ引っ込みたいなんですね。地獄の担当台と何だっけ、地獄のメリーゴーランド地獄のメリーゴーランド懐かしいですね。ね、団長は知ってますよ。悪魔将軍、必殺だね。なんて可愛い名前なんですか。メルヘンだよ。どっちなのか、地獄なのかメルヘンなのか分かんないですよ。まあ、ヌルヌル通信なんで、はい、足早に話していかなくてはいけないんですよ、はいはいはい、結構ね、はい、この話題で止まってしまいましたね、はい、で、まあ、他のお知らせは5月10日に新一宮プロレスが増田神社の前にあります、はいはい、でなんと今回ちょっと、はい、今日ね経済振興課さんとちょっとお話しさせてもらったんですけど、はい、まあ今まで我々の活動を非営利でずっとやってきたんで、はい、まあ、本来だったら、はい、その物販は不可能だったんですけど、なるほど、はい、前回ね話をした時はやっぱり地元さんっていう考え方が市役所の中にあって、はい、まあ、市役所のそのね、うん、考えてる線引きの中で、俺たちは増田神社周辺は地元じゃなくて駅西だから、うん、駅西では物販やってもいいけど、うん、増田神社の場合はちょっと勘弁してくれって言われてた、うん、あ、でもまあこれだけ活動が広くなってくると、はい、まあ、増田神社も物販していいよみたいな、そんな話になって、でぜひまたプロレスの時になんかこう非営利団体の皆さんで、もしこう出店希望があれば、こう賑やかしでイベントを盛り上げて、でさらにこう人を呼んで、人が人を呼ぶというね相乗効果で街を賑やかに、そして明るく楽しくなってしまえばいいじゃないか。真面目に話すと照れるのやめましょうよ。お前たち、いやいやいやね、いや、だプロレスの話でね、はい、か真面目に話すとどうしてもそっちの、ね、あ、やっぱり先生がモノマネになっていってしまうという。いいじゃないですかね、でもね、うん、いいと思う。で、あとはお知らせは、まあ、この間成功しましたマルシェ、うん、次は5月の第3日曜日にありますが、はい、こちらの方も出店料、うん、出店料無料でございます。おー、いいじゃないですか、集まれ集まれですよね。そうそうそう、うん、あの、まあ、できたらね、まあ、野菜を売りに来てほしいね。おばちゃんとこだけじゃなくて、あ、うん、そうですね、そうだから、まあ、食べ物もいいですが、あの、ね、できたら他にも野菜とか ね、 そうですね、いろんなあのアート系の人とかも集まっていただければいいなと。あとライブもやれるようになってくるんで、はいはいはい、ぜひね、はい、出演者も募集中です。いいじゃないですか。他はどうですか、なんか宣伝しておくことに。あの5月の第1の土曜日に変わった、うん、はい、セーブ・ザ・キソリバー、はい、こっちもあの出演者募集しております。第1土曜日、今年度から4月から第1土曜日に変わったので、はいはい、第1土曜日のお昼から、出演バンドを募集しております。6月は、ね、決まったんでね、彦左衛門でね、うん、あのやってるギタリストがいて、松田さんっていうね、はいはい、髪の毛もちゃもちゃでね、はい、弟はね、はい、IT ボーイなんだよ、イッシーみたいな感じで眼鏡かけて、ね、あ
あの弟からは想像できないぐらいね、ファンキーなお兄さんがいましてね、その人がね、ギターを弾いております。で、あの新しく、ね、はい、アイドル募集で、ね、はい、手を挙げてくれた、はい、かすみちゃんっていうね、もう15歳の女の子が、その日、まあ、1曲か2曲なんだけど、うん、あの即興で、うん、あのコラボしてね、そのギターの、はいはいはい、多分ね、うん、スタンドバイミーとか上を向いて歩こうとか、あのあたりね、まあ、ちょっと簡単じゃん、あれ辺だったらギターやってる人だったら弾けるから、うん、はい、ただやっぱ15歳今高1なんだけど、そういう女の子にしてみれば英語の歌詞ってなかなか難しいと思うので、まあ、そういうのがね、まあ、どうなるか分かんないけどね、まあでもそこも楽しみでね、うん、そしてあのファニーズさんもね、はい、恒例のごとく出てきて、ね、これはまた盛り上がってもらいたいなと。そうですね、まあ、あとは何かありますか。いや僕の報告はそれは、まあ、僕の報告をしてもねあれですけど、おちょぼ稲荷は誘う、はい、いやいや来たい人がいたら、ああ、募集ということですか、うん、まあ別にでも車がね、いいじゃないの、お前飲むなよ誘うだけ誘いでお前飲むなよですか、うん、それはまたまた悪魔勝負ですね、新しい展開だ、それこそまさに地獄のメリーゴーランドですよ、ぐる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 回っちゃうよ、メリーゴーランドかと思ったら地獄だったいやいや、そんな地獄のメリーゴーランドやめましょうね、いや今日はぬるぬる通信地獄のメリーゴーランド編でしたすごい締めなんだ、はい、いきなり締めが来ました、いや実はですね、兄貴がね怒る時間帯にも入ってきました、そう、15分を超えて今16分45秒になります、いやー兄貴が怒るからそろそろ締めましょうか、ね、もう体今ピーコピーコやってますからね、じゃあ兄貴、はい、すいません長くなりました、2分ほどオーバーしましたが、ポッドキャストの編集をよろしくお願いします、お疲れ様です。そうです。